ありもの一連卓章三本の矢。3人の力を合わせミッションクリアを目指すこの番組、今回のお題はアラジン演出2。前回キリンガラ演出発生という1つ目のミッションをクリアした3人、果たして残り2つのミッションを無事クリアしご褒美をもらうことはできるのか。こんなことやってんだから、ただ当たるかどうかぐらいだからね、これ。それでは後半戦スタート。星3つ。後半戦最初にチャンスを作ったのは中竹さん。さあ疑似連、ああやった。じゃあこいつが熱くなるぐらい続かしてやっかんな。もう熱くて触れなくなるぐらい期待してますから、ね、もう溶けちゃうかもしんない、パネルが。じゃあ初アラジンチャンス消化させていただきます。まずは先陣を切ってアラジンチャンスに突入した中竹さん、しかし初打ちのため前回に引き続き、あ、鳥が止まった、鳥初めて、おめちゃめちゃ嬉しそうっすね。それ見えてたのに止まんねんだ、かわいい。一方いい、朝一からハマり中の味噌汁さんにもチャンス到来。早かった、勝っちゃったの。早かった、負けてよ、戦場行こうよ。一言だと思って、じゃだって一連卓勝で、え、何ですか、ステージアップしまくってんだけど。闇まで行った、闇闇闇、あのタッチ確率上がってますから、闇上がり。うまいこと言いますね。当たってない、今の結構いいですね。外れた、外れた、外したの。嘘でしょ。やっぱり天井だね、天井が見えてきた、運命的だね今の。外れるかね。でラクダだと何パーで当たんの。ラクダは当たんない。当たんないの。あ、出た出た、ほら出た出た出た、ゴールデンじゃん。出た出た、プレミアムですかね、プレミアムだね。キャラ、さあこれで、はい、2回目の当たりいただきました。これも当たった。あらららら、あ、でもみんな揃って、さあ始まったよ、おっ始まりましたよ、始まった始まった、ほらほら始まった、いい絵ですよ。おおおお、何この辺ゾーンなの。始まった、あ、全然違う、俺750ですからね。ちょっと本気出してもらっていいですか。任せて、俺ね当てるのは下手だけどこれ中うまいから。あ、なかなか立たないけど立ったらすごいみたいな。立ったらすごい、持続力がすごい。さあ、当たるよ、やりましょう、やってやりましょう。2つ目のミッション、スーパーアラジンチャンスをマックス20ゲームまでアップするためのスタート地点に並んだ3人、レア役を引き当て先にスーパーアラちゃんに突入するのは誰だ。タンチェ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 、おら来た、スーパーアラちゃんリーチ。あー、これ強い。 1.5、こんな 1.5 の期待度 1.5 の演出なんかいらなくね。じゃあそれがあるから生きるわけじゃないですか。じゃあ俺みたいな雑魚がいるからマリモが生きるわけ。そういう言いたいわけ。答えに困る質問をやめてください。まあはいとは言えないもんな。ああ変わってんじゃないですか、魔人対決。めちゃめちゃ熱いやつですよこれ。バトルに勝利すればスーパーアラちゃん突入ですが、果たして勝敗は。お、3回目も攻撃や。当たり当たり、きっと当たり。いや俺も単純引いた。結構みんな引くね。まだまだあんの。あ、倒した倒した。どうしたの、どうしたんですか。スタンディングオペレーション。こっからですよ、こっからですよ。まだ立たないでください。ここまだまだ嘘、まだ今スタートラインです。いや中竹さんはやってくれると思うんだよね今日は。ほら来た。スーパーアラちゃんは基本1セットが10ゲームのスペシャルゾーン。消化中にタンチェリーを引くことで次セット継続が確定となる。もうチェリー出まくりっすよ。出まくりです。さらにタンチェリーを複数回引くことでスーパーアラちゃんのゲーム数も最大で1セット20ゲームまでアップさせることができ、そしてこれが今回の2つ目のミッションとなっている。そうでもねえな、終わりそうです。SAC が終わりそうです。ただし消化中にタンチェリーが引けないとそこでスーパーアラちゃんは終了。何これ、え、終わり終わり。
どこがスーパー？何？どこがスーパー？これ自分でスーパーにしなきゃいけないんですよ。あくまでチャンスなんで。スーパーカモよアラジンチャンス。そうですそうです。そうそう。スーパーカモアラジンチャンス。そうそうその通り。スーパーチャンスなんですあくまで。アラジンスーパーチャンス。あれ何もなかったよ。終了。マジで？ほら来た。おっさん。ほら。もう一回ある、もう一回ある、もうワンチャンありますよ。星5つ確定キャラ。しかしマリモさんは見せ場なくアラちゃん終了。落ちた。もしかしたらあるかもしれないですよ、プレミアムアラジンボーナス。プレミアムお宝ラッシュとかあるよ。ある、本当にあるよね、あるよね。紫の時押せば。全然紫の時押さないけど。え、何？全然紫の時押してないですけど。黄色あたりで押したでしょ今。ちょっと先読みしすぎた。完全に忘れてるもん。いつも早いって言われるんですよ相手に。ポッポッポッポン。しかし今回も。ちょっとひどくないですか。普通だろ。早い。そんなに引けなくないっすよ。10分の1でしょ確か。タッチの確率10ゲームで10分の1引く作業です。まだ降格なのかな。それ俺ね、俺の実践上の話、あんまりバンバン打つと AC 降格が落ちるよ。ゆっくり、ゆっくり大切に打たなきゃダメ。ゆっくりめでるように。そうそうそう、めでるようにね。あわや天井だった人に言われても。じゃあ AC 攻撃の話。あ、そこは違うのね。俺が下手なのは初当たりだけだから。当ててからはすごいんだ。当ててはすごい。終わらない。ただ一つ言えるのは、また長い旅が始まります。オアシスねえんだもん。だってなかなかチャンスゾーン自体に高設定ほど行きやすいんじゃないの。そうそうだよね。けどね、そんなに設定差ないんですな。あ、そうなんだ。はい、まあ、マジカルチャンスに偶数が行きやすいぐらい。あとはやっぱ直当たり。直当たりなんかほとんどしないよね。直当たりが1回でもあると6の可能性が飛躍的にアップする。あ、そうなんだ。ここはもう引きってことだ。そう、通常時のそのチェリレン状態の要はステージ、はいはい、とかも変わんない、設定差ない。でも一回入っちゃったらあとは自分の力で何とかしろってこと。要はまずタンチェリーからのチャンスゾーン当選率とかに設定差があるよね。なるほどね。引くまではじゃあ、そう、引くまでは変わらないです。引くまでは自分のせいってことね。けど3人で打ってれば絶対誰か出る、うん、あ、出玉がってこと。うん、それはね、可能性の問題じゃない。お願いだよ。それはもう確実性。味噌汁からお願い。お願い。お願い。出て誰か。誰か。あ、固まってる固まってる。とりあえずとりあえずもう一回、もう一回ぐらいチャンスが来ました。しかしその後はチャンスゾーンには突入するが、アラジンチャンスには繋がらない3人。こんな状態でミッションクリアはできるの？今みんなの投資金額確認しましょうか。お、チャンスが来た。はい、何？弱チャンスが来た。弱チャンスがいいからちょっと。え、37の24の31。大変な音になってきましたよ。でももう今9万ぐらいです。9万も使ってんの俺たち。まだ何にもやってねえよ。こんだけ投資が挟んじゃってってことは短時間で見せ場が全然ないわけですよ。まあもうご覧の通りですけど、ちょっと気合い入れ直した方がいいんじゃないかなと。そう、やりますか。あれやろう。好きなやつやろう。じゃあ行きますよ。一連卓勝三ボンノーイエーイ。来たよ、来たよ。ターニングポイントになりそうですね。ほら来たよ。いや、ここだけど流れ変わったよ絶対に。ですよね。するとこの直後、中竹さんにチャンス到来。倒したぞー。お、やった。早速早速聞いたわ、これ聞いたわ。困ったらこれですね。
困った時の矢結構当たった当たったジンチャンス下巻くとこがなかった。そして続いて味噌汁さんにもアミリ選手ほら試練のと流れ来てるよやっぱ聞くねあれね聞くだからあれ皆さんもホールでやった方がいいですよ3人だけできないけど 3人いるときに。そしてチャンスゾーンから見事アラちゃんに当選ほら行った行った中竹さんの方もアラちゃん中に強チャンス目成立と期待を膨らませる中マジ役立たねえわ嘘ミッションクリアしたの俺だけなんだけど真ん中の人一応真ん中の人だねえわ一番役に立たなかった人は、もう次回入れ替わりやってるからタイトルに名前ついてる人が入れ替わっちゃって1回で、まあ、あの名前貸しみたいなもんいい加減当たれ何回外してんだよ団地よあーやっと来たよし3人揃って当たれるかもまさかあーよっしゃやったーっやったやったじゃんよかったまたあーしかも長谷さんまたスーパーアラちゃんのチャンスじゃないですかやったじゃんじゃあ早く決めて今度僕の見て僕の台長谷さんのスーパーチャンスですよおーうまいあブーブーブーなってるブーいつもあいつもですいつもですおじいさんいつもですあそうほら来たタンチェ引けばもうセットもう1セットはやらせてくれるやらせてくれるやらせてくれるさあにわかに盛り上がってまいりましたにわかに本当ににわかににわかに盛り上がってまいりましたよにわか目みたいなもんだろどうせいや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 もうここはあれですよ連射4回引いたあでかい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 タンチェリータンチェリーブー言ってるブー言ってるブー言ってるこれもうダメかも俺はダメかもわからんね検索したから20じゃないのかいやその、 あの残りのゲーム数を使ってこのスーパーアラちゃんのゲーム数を伸ばす抽選ができる合計20ゲームだからミッションクリアじゃないの違う違う それって2セットするそんな簡単なミッションでいいんですかいいならいいですいや難しかったぞここでもう一回引けると次が11ゲーム以上になるんですよマジかマジかしらラクダ今日チャンスはあの行きます行きますグリグリ行きますで白狼病になっちゃう継続してあと何ゲームあるんですかこれあと何ゲーム残ってるんですか6ゲーム間でチェリー探知をいっぱい引く遊びですこっからはそしてアラちゃんを抜けてしまった味噌汁さんはほら連したの連したよ5じゃないやっぱ5 すごいさポジティブだよね相場だけやってらんねえだって動けねえんだからこの台からそんなポジティブな人だったっけ俺は1でも出す自信があるけどねいやいやいやダメだよああ演出が切り替わってる勝ったじゃん勝った勝った多分勝ったその間に中竹さんはスーパーアラちゃんを1ゲーム伸ばすことに成功それでどんどん伸ばして20ゲームにしようってことですそれがミッションの BB ランク Bえじゃあそろそろ帰れなくなるえそろそろ帰れなくなる早くないですかああでも何回やるんですかそれいや面白いんだもんだってでもここで今触ったらここでもビクビクしてたあでも1ゲーム目に引いたんでしょ分かんないああほらほらほらこれでこの後いや中谷さん大チャンスえ残る最初の1ゲームで探知引いた俺もこっちに集中してるから
だから何なのこの一蓮托生感のなさは何なんだよ。ちょっと黙ってて。一蓮托生っておめえ辞書引いてみろよすげえキレてるほらみそちゃん、あんたも引けばみんなあらちゃんだよ、スーパーあらちゃんだよ。そうでしょ、頑張るから。あ、すげえ揺れてる、すげえ揺れてる。ほらほら、2台連続でスーパーあらちゃんですよ。そして1ゲーム目に継続を確定させた中竹さんはまたタンチェリーだ。すごいっすね、これありますよ、20ゲームありますよ。これ罰ゲーム回避できるかもしれない。その通り、回避できる可能性しかない。本当に今は本当に乗ってる。また長竹さんがやばいことになってきてる。みんなが乗ってきてる。マニボおじさん、おじさんはやばそうだなんか確実にやばそうだ一回で終わりそうだね。またえ、安いのこれ安い4セット4セット目まだ持っといてよ。マジかよ、また1セットで終わったよ。終わってるじゃん。終わったよ。え、終わってるじゃん。中竹さんすごいよ。その代わり俺の分まで出してくれてる。今日中竹さんがすごい頼りになる。いつも大体いい加減にしてくれって言ってる感じなんですけど、ね、だっていい加減な展開にしかなんねえんだもん。スーパーラちゃん入りました。え、入ったの？入ったよ。なんだ、じゃあ追いかけないと。俺も、俺が見せてあげますよ、スーパーアラちゃんってやつをねさっきなんかすぐ終わらせた。入ってないか。スーパーアラちゃんというのは、10ゲーム継続して、え、そんなとこから説明するのおい、よくないそれ。とにかくナビの色しかもう興味はない。ダメすぎる。あー、なんでスーパーアラちゃんの方なんで弾けないの。終わるあんたさっきなんかこれがスーパーアラちゃんだみたいなこと言ったでしょ。終わった。いや、あのさ、思うんだけど、今日長竹さんの日だよ。そうだ、ね、間違いなく完全にそうだね。しかし2セット目以降は1ゲームも増えていない中竹さん。そして今回は全くいいところのないリーダーマリモ。スーパーちゃん入ったのにな。162枚だよあれ、中竹さん、あ、やばいやばい、中竹さんだけは頼みの綱なんですから頑張れ頑張って頑張れ。ああ、終わりなの。終わり。スーパーの片鱗は見えた。7ゲームでタンチェリー引きましたから確定ですよ。レンちゃん、はい、AC レン、もう AC レン確定。15ゲーム以内のタンチェリー表チャンス目は確定。お、もう1個超えたら当たりじゃん。あ、超えた。イエーイイエーイイエーイ。4ゲームで俺より先に引いたね。4ゲームでレンちゃんです。みそさんより早いな。あ、でもまたみんなで当たっちゃった。はい、はい、なんかだいぶでもなんか温まってきたんじゃないですか。温まってきた。ほら、投資がかさんできてカッカしてそうだね。第2もそろそろ俺たち頑張んなきゃっていう気になったのかもしれない、こいつらね。もうちょっとこうなんかないですか、ね、普通に終わったよあ、長竹さんが一番可能性あったんだけどな。無理だよマリモさん、無理だよ。もう俺頑張ってるもん。ちょっと分かってる、分かってるから、分かってよ、見てて分かってるから、もうちょっとやろう。もうちょっとやる。大丈夫。その後3人の調子は上がってきたものの、ミッションである肝心のスーパーアラちゃんのゲーム数はなかなか伸びてはくれません。20いけると思ったんだけどな俺。ナビ白いよ。終わった。
終わった。磯さん早いな、終わらすの。終わった。ここだけの話もう無理だ。ちょっとおい、聞こえてるぞ。ここだけの話だけどもう無理です。違う、まだ諦めないで、本当に。なんだそのマヤミキみたいの。ロンリーチャップマンだ。ロンリーチャップマン。ロンリーチャップマン。中谷さんが暴走し始めたぞ。言っていいんですかそれ。あー、言ってる言ってる、やった。さあ、中谷さん今日いい、すごくいいんです。いい。いや、それはちょっとイラってきますけど、すごくいいっすよ。すごくいい。すごくいいので。褒められちった。すごく頑張ってください。これ何で、ね、スーパーアラちゃんだってば。何これ、何って。押すんでしょ、これ紫で。あれ、ないよ、ボタン。止めてからじゃないですか。おお、おお、ああ、ここで引いたらどうなの。ああ、何だ。そりゃそうだろ。もうこれで多分継続来たら始まるから。そうめんとか伸ばせば伸びるんだよ。ちょっと応援しますよ。応援する。応援するよ。俺そっち側行きます。そっち側ワンセットで終わらすとか全然ダメですよ。一連打勝。だっていつもより5ゲーム長いだけだろ。いや、それがすごい大事なんですって。これはすごいことになりますよ。まだピンとこねえな。じゃあ行くよ。本当にガロの SE100 は150200みたいなもんですから。ほら、お、目押ししてないもん。だった。目押し放棄したよ。見てるな。目押しなんていらないです。内部的に感じやったら閉まるから。大丈夫大丈夫、あと10ゲームありますから。全然まだ全然余裕です。いや、そんなこと言ってるとあっという間だからな。全然まだまだ。いや、ここでできなかったら多分もう無理なんですよ。俺たちもう無理なんですよ。マジで、はい、本当にもう無理なんですよ。こう今千載一遇のチャンスなんですよ。よろしくお願いします。来た。弱いエース来た。一言多いんだよ。弱いエース来た。じゃあやってみろよ。やってみろよ。俺めっちゃうまいですよ。大丈夫大丈夫。うわー、惜しかった。じゃあやります。いや一人じゃなくて自ら名乗り出た。やりますか。いや、まあ、とりあえずマリモさん一人。まあ、やりましょう。じゃあ行きますよ。はよ。おい、あー、マジかよ。じゃあやっぱこれだな。え、こっちなの。あ、こっちか。こっちか。こっちじゃないですか。どうぞ。せーの、いやー、あー、来た。ナビ白いけど。ワンチャンある、ワンチャンある。お願い。うわー、ただ本来ならもう終わってますからね。ああ、はい、あとまだ4ゲームある。あー、来た、確定。はい。あー、ちょっと壊れた。あー、来た。うわー、マジで。ラストですよ。ラストどうしますか。どうしたらいいですか。ラスト、じゃあ、はい。頼りますね。3本のヤー。何これ何これ。叩かない。自分一人で叩く。ナビが白いもん。自分一人で叩くんですね。あ、チャンス出てる。来た。わ、わかんない。わかんないよ。写真はいらないですよ。いや、15始まりだったのに。何の写真なんですか。あと5ゲーム残したら罰ゲーム回避できたのに。はい。何。じゃあ長田さんが悪いわけじゃないですよ。な、何がどうなったらどうなんの。いや、今のは長田さんが悪いかな。何がどうなったらどうなんの。全然分かってない。本人全然分かってない。
そんなのさっきから言う、普通に何回も引いてたよ。スーパーアラちゃん中に引かなきゃいけないです。さっきだったらスーパーアラちゃん中に単純にいっぱい引いたけど大したことなかった。いや、これもっと、これは何とかなりましたよ、本当に。8000枚ぐらいの期待度ありました。今8000枚伸ばしたってことです。ゴッド引いて全部犬60だったようなもんですよ。やる気なくなった。違う、まだあるんで。まだ一応ここ光るから。まだ終わって、出てる最中。要は、あのヒーローが必殺技外したような感じでしょ。そうですね、まさに。それすなわち死じゃん。最終回。ただヒーローは決して諦めませんよ。倒れてから立ち上がるのがヒーローです。はい。復活してた。それケンシロウでしょ。いやー、役に立たない感じでしょ。もったいない。あ、そう、ダメなんだって。いや、今のはね、何かが、何かがダメなんだって。さ、やっぱりだけど、あんなに止めちゃダメだよ。あ、そっか。パスロって。いや、さっき焦るなって言ってたよね。俺の人生いつもこう、あと1分のとこで。いや、でもいいもん見れたな。そしてここで実践終了。今回撮影にご協力いただいたのは千葉県船橋市にあるパラッツォ船橋店。京成船橋駅西口すぐ目の前、 JR 船橋駅南口からは徒歩3分。スロット442台、パチンコ664台の大型店。遊びの文化の創造をテーマに、笑顔あふれる空間とサービスの充実を目指しております。お客様のご来店心よりお待ちしております。実践終了、お疲れ様でした。あれ、拍手ってしなきゃいけないの。いや、なんかあれ、だいたいほらパチスロ番組拍手そうです、ね、するけど展開良きゃいいよ。いやいやいや、いっぱいあったじゃないですか、見どころ。見どころだけはね、見どころいっぱいありましたよ。でも終始的にはちょっとまだ喜べない。まあ、思い出したくないですね、それを言うとテンション下がるって、うん、っテンション下がった時どうすんだっけ。どうすんの。あれ、3ボン。いやー、今遅れましたよね。今遅れましたよね、完全に。いや、まだ早いだろうと思ってよ。そんなわけで、ご覧の通り、とりあえず一番優しいミッション、うん、キリンガラクリアしました。よかった、あれ、本当に素晴らしいキリンガラでした、ね、まさか見れるとは思わない、うん、今まで見たキリンガラの中で一番輝いてる。一番輝いてる。富士サファリパークで見れない、あんなの。と、本来ならば罰ゲーム発動のはずですが、悔いが残りまくってしまった3人がどうしてもというため、番組開始早々の掟破り。次回はアラ GS2 の延長戦、リベンジ編です。3人とも今度はしっかりとミッションをクリアしなさいよ。そう、あそこもちょっと期待じゃないですか。ミッション書き換えちゃえばいい。15に今から、まあ、そうやってこう下に下に行って今の地位にいるから僕らは。いや、ダメダメ、下げちゃダメ。野球選手になれない。やめよう。上を見ていきましょう。高校はいけないんだよ。始まったばっかりだったからさ、まだ。そんなわけで、はい、次回はアラジンエース2リベンジ編でございます。やったー。次回は再戦ということは、手強いぞ。いや、中竹さんは15ゲームのSAC スタート見せてくれたんで、あそこもっとこう頑張ってくれれば。まだ言うか。まだ大丈夫です。まだやれます。ですんで、またリベンジを次回果たしたいと思いますんで、また次回もご覧いただければと思います。それでは、マリモの一連卓勝、3本のいやー、さよなら。やれた。